ポーズ。昨年、私は2位ということで、ウェーン選手とランニングで少し競ることができて、その中でも一緒に走ると、やはり身長とか足の長さが全然違う中でも、今年はもっともっと食らいついていくというところで、国内でやはり一つの試合がこう開かれていることで、皆さんの注目度が高くなっているので、トライアスロンを広げるためにもいいレースをして、もっともっとこうトライアスロンの楽しさを伝えていけるようなレースをしたいなというふうに思っています。私も、横浜大会には思い出の深い大会でして、2009年の150周年の開校記念の時から、2011年、12年、13年、ずっと出てます。今年で6回目ですね、6回目の出場になります。いつも、高速のレース、になりますので、私もこの隣の2人の選手に、彼ら2人がスピードを速くするんですけども、私も食らいついて、トレーニングで、培ってきた、力を 100% 出せるように、頑張って、自国開催、日本開催でいい順位の日本人選手として出したいと思います。今回の横浜大会は、このシーズン初戦のオークランド大会、とその次のゴールドコースト大会では足の怪我で思うようなレースができ、できなかったんですが、そのゴールドコーストから2週間経ってようやく足の痛みが消えて、そこから2週間しっかり練習ができたので、昨年のいいイメージがありますし、この日本でやるっていうところを味方につけて、明後日のレースでは最高のレースをしたいなと思います。今回の横浜大会は、私は今シーズン4戦目の戦いとなります。3戦目のゴールドコースト大会を終えてからのこの1ヶ月間は、長野県の大町市にいて強化合宿を行ってきました。また一からスイムもバイクもランニングもトレーニングを積み上げてきたので、今回の横浜大会は自分がどこまで戦えるのか非常に自分でも楽しみです。レースでは思い切り全力を尽くして頑張りたいと思います。今年はレースを重ねるごとに自分の調子が良くなってきているので、2009年この横浜で初めて、世界選手権シリーズが開催された年に3位に入った時のように、今年も表彰台を目指して精一杯走ります。よろしくお願いします。シーズンの前半戦を終えて、良かったことも悪かったことも踏まえて、4月下旬からゴールデンウィーク、しっかり合宿で練習を積んでこれたので、またこの自国開催というパワーをいただきながら、最後まで自分の力を出し切るレースをして表彰台を目指して頑張りたいと思います。